2024年3月1日、5チャンネルにこんなスレが立った。日本人の若者の 55.2% 子供欲しくない。初の過半数超え。過半数を超える、早速スレを見ていこう。子供欲しくない、半数超、ロート製薬調査、4年目で初。ロート製薬は1日、妊活に対する意識調査、妊活白書2023年度版を公表した。18から29歳の未婚男女400人のうち、将来、子供を欲しくないと回答した割合は 55.2% に上った。この設問を開始して以来上昇が続き、4年目となる今回初めて半数を超えた。少子化は、LGBT だとか、ジェンダー平等だとか、価値観の多様性とか言って生物として基本的に大事なことから目を背けてきた結果だよ。子供を産まなければ現役世代の比率は減っていくのだから、高齢者であれ働いて自分の生活を支えていかないといけないよ。これが価値観の多様性の負の側面なのだから、価値観の多様性を受け入れてきた人たちは負の側面も受け入れるべきだよ。価値観の多様性で出産しない以上、今若い人も未来は老後も働き続けることを覚悟しないといけないよ。ネットでお前らが酸っぱいぶどうやるからだ。弱者男性の救済が後はめくような単なる非モテ男は、家庭や子供が欲しいんじゃなくて無料の接す相手が欲しいだけだから、そんなやからは完全黙殺と虚勢と重税と晒しで OK。そりゃいい年して子供みたいなやつばかりだからな。若い時はいいけど、子供のいない中年おじさんおばさんとか悲惨だぞ。自分のコピーとか気持ち悪いしな。わかる。実際、半分が自分の遺伝子でできてる生命体って考えると、気持ち悪すぎて吐きそうになるわな。多分、君ん家に出入りのアマゾン配達員のコピーみたいに見えるだろうから、そこまで心配しなくてもいいのでは。腹の中で育つというのが気持ち悪いんだけど、卵の方がまだ理解できる。なんでみんな受け入れてるんだろう。半分くらいは不細工だからそりゃそうだろ。こんな未来のない国で子供とかね。住む国は自分で選んでいいんやで。お前らの劣化遺伝子は残さなくて結構。お前と一緒に住んなバーカ。どんどん外人入れて後でもなくなってほしいね。黒人の島になってもいい。日本の若者の韓国化がシャレにならなくなってきたな。マスゴミと反日野党の狙い通りか。この調子で出生率が韓国並みになる日も遠くはなさそう。国民の移民比率、日本 4%、 ドイツ 25%。少子化対策に成功例なし、ノルウェーも結局失敗した。少子化対策したいなら現役世代の税金減らせ。そんなにお金がない?未来含む、人だらけなのか。親ガチャ、増税。でも梅毒感染者は過去最高とかなんかが狂ってる。人間を含めた動物にはおそらく子供を作りたいという本能はない。あるのは接種したい欲望と小さい子供を可愛がって育てる愛情だけ。この二つがあれば避妊手段が存在しない自然界の摂理として種の繁栄は可能。人の欲望を満たすために作られたなろう作品でも、ハーレム形成や更新の育成を行う主人公は多いのに、自分の子供を作る主人公となると驚くほど少ない。まあ要するに避妊と中絶を制限すれば、人口なんて勝手に増えるんだわ。先進国と後進国の違いなんてそこだけだしな。ゴムやら中絶やら金がない。言わないのは男に子育てさせられる理由がなくなるからだし。周りの目が厳しくなってきて結局結婚するよ。30超えて独身は気違い扱いだぞ覚えとけ。老後の寂しさ知らんからな。寂しいから子供作るとか中学生で妊娠してるサルトモと変わらんね。一人で生きられない時点で毒親じゃん。子育てイコール金をどれだけ稼げるか。こんな状況で年金制度が安泰なわけないのに、過去にないくらい納付してますってアピールするもんな。私は子供が嫌いです。スーパーや病院でキーキー騒ぐ子供や、ヒステリックに怒鳴る母親を見て、家庭っていいなぁと思える、才能ある人だけが作ればいいと思います。少子化は個人主義の行き着く先な。まあ個人の好みの話だしね、他人がとやかく言う話じゃない。人口の半分ぐらい歯も上がってるだろうしな。60年後にイラめちゃくちゃ増えそう。日本は貯金50万円くらいのおっさんたちがとても多いので結婚とか子育てとか無理だね。ぶっちゃけ人間の赤ちゃんって動物の中でも可愛くない部類だと思う。可愛いと増えすぎるので、わざと不細工に作られてるんじゃないかと思う。ガキに残りの人生捧げるのもったいないよ。美しい国。子供可愛いんだけどな、自分だけの時間大事にしてオナニーばっかしてて楽しいのかね。それは個人の好みの話だろ。俺が、ナマコ美味しいのに、と言っても、あっそうだろ。違う違う、ナマコ食ったことない奴があんなのうまくないって言ってるだけ。子供やって大人になってんだからさ、それは違うだろ。親はやったことないだろ。少子化って子供が嫌い、じゃなくて親になんのが嫌だって話だから、社会がどうの子供への責任がこうだとか言っても、本質はそれ。日本は生涯独身男子供が激増してるし人口減待ったなしだな。ぶっちゃけテレシで、赤ちゃん可愛い、手の流せば増えそうな気がするよ。埋めるのは女性だけなんだから、独身弱男がいくら増えようが関係なくね。
そうだよ、全部女のせい。世の中には赤ん坊が欲しい人、ハントに育ったガキ特に男の需要はなし、がたくさんいるから、弱女さんに報酬金を出して産んでもらいましょう。未婚男女のうちだろ。普通の人は子供作るわ。先進国で少子化してない国はない。アメリカですら移民だけが増えてる。豊かになったら少子化は避けられない。むしろ、少子化に多額の予算をつけている国ほど少子化なんだよな。ノルウェーとか。もう衰退していくのみだ。あと30年なんとか国の体を保ってくれれば。子供を増やしてどうするかってものがないんだし、増えるわけねえじゃん。国のためとか言って自己犠牲も止める奴らは、汚職で食ってる上級の手先。16年間で延べ31兆円を投じた、少子化対策先進国韓国に遺産を見習え。子供な、欲しくないとまでは言わんけど、できたら生活救急になりそう。男の子を妊娠したら大外れ、女の子を妊娠したら大当たり、というリアルな風潮。子供とか人生の足かせでしかない。でもペットはちょっと欲しいかも。欲しくても現実的に持てない。40半ばになってなお 0.1% の確率にすがって、高額不妊治療してる夫婦の姿は涙を誘うね。不妊治療してるやつ多いわ。似てない子供だとママの整形バレるしね。女の優位性って子供を産めることだけなんだよね。人類の歴史でも子孫を残せるからこそ女を大切にしてきた。その子供を産める優位性がなくなると女の存在価値ってなくなるよね。正直な話、女が何かを発明したとかないし、労働力としても男以下。子供を産めないなら女はいる必要はないってのは古来からの人類の答え。性欲はまあ男のケツの穴でも十分だし、クローン技術等で生殖なしで存続可能になったら人類は男の身になるだろう。未婚の男女から取った案件、想像力のないアホが未来のこと考えずに目先のことで回答した数字に何の意味があんだ。今のアラフォー世代の悲惨さを見てるから結婚早い感じはする。子供は金ない夫婦はモテないようになるのか。婚活市場の女余りは深刻だからな。高齢独身が結婚しとけよかったってが流れるようになったし、若い層は真剣に考えるだろうね。結婚はしてもいいけど、子供はいらんわ。ほんとそれ、ピンクスがいい。自分くらいの冴えない奴をコピーして数千万と20年を費やして人生をもう一回繰り返すとか嫌だな。遺伝子を継がされた方も同じく嫌だと思う。優れた遺伝を持ってると思ったら作ればいいんじゃないの。満足感が全然違うじゃない。18から29じゃいらないっていうのもわかるけどな。特に男は、30代になったら変わるで。39だけどいらない。全く欲しくない。今55歳だけど子供を作らなくてよかったと思ってる。正解だった。子供作ってたら後悔してるところだった。子供支援金丸儲けやね。政治家のせいでこうなった。若者を支援することもなく、所得を上げる取り組みもせずに、自分たちの私欲を満たし利益だけは得ようとする勝手な政治家たち。若者が金あっても遊びに使うだけで結婚には繋がらんのよ。ハムスターでさえ育てるの大変なんだから子供なんて無理無理。コンドーム屋の株でも買えばいいの？人間は幸せになるために生まれてきてるんだから、わざわざ不幸になる原因を作るわけないじゃん。今の70ぐらいで戸惑ってるよ。子供が結婚しない、しても子供がいない、今はそんな時代。本当に少子化止めたいなら24時間無料で預けられる保育園作ろうよ。子供は親だけで育てるべきとかいう根性論は捨てろ。それも林説だろ。東アジア全般で人口が維持されてれば問題ないんじゃないか。こういう統計に限って何で日本人ってくくりで取り出すのかって話で、別に日本人と東アジア系との子供なら、何の問題もないんじゃないの。何が何でも日本人同士ってくくりをいい加減にやめるべきだ。なんで東アジアで日本人も一括りにしちゃうんだ？子供最高。ガキ大嫌い苦手だったけど、こなし人生とかないな。しっかり稼げよ。社会保障充実してるんだから老後なんて子供いらんだろ。昔は子供に面倒見てもらうためにこつくりしたけど今はその必要性なし。子育てのコスパが悪くなりすぎたよな。普通に育てても20年くらいは子供のために時間を費やさないといけないからね。そんなんその時間と金で遊んだ方がいいわ。ついに人類はここまで進化したのだ。みんなが子供欲しがらなくなったのも進化のプログラムの一過程と感じる。不法外国人、大丈夫。俺たちが強制的に増やしてやるから。なんてったって、俺たちは何したって不起訴なんだからよ。外国人特権を乱用して、日本の少子化を食い止めてやるぜ。俺たち繁殖力しか取り柄がないけどさ、日本のためだ。暴力は惜しまないぜ。それはしょうがないんじゃないか。相性が合わない日本人同士を強引に組み合わせても不幸になるだけだからな。みんな、って、日本人だけで統計を取ってるのがおかしいって気がつけよ。同じ民族だけで交配を強制されて人口爆発なんてのはどこにもない。なるほど、日本人と東アジアの諸民族人種との、混血が前提ってわけだね。子供虐待して逮捕された奴は、子供産んでなかったら逮捕されなかった。偉そうに子育て楽しいとか言ってるけどさ、それを見た子供が拒否してる話だろ？恥を知れよ。
まあ、今の時代に子供作るとかデメリット多すぎて考えられないよな。たまに妊婦とか見かけるとかわいそうになるもん。AI に働かせて納税させればいい。子供いない方が楽というのが正直なところ。子供も大変だよ。勉強したら成績良くなると思われたら、生まれつき頭いいのもいるしバカはバカ。でも親は認めない。人それぞれでいいんじゃね。結婚してない人、子供いない人、がおかしい時代ではなくなくなっただけで。今の時代は獣並みに肉欲の強い女しか、子供産まないでしょ。子供扶養派が多数派になってしまったか。まあ賢明だな。ほとんど負け確定のギャンブルやるバカいないだろ。昔は日本人もアフリカ人並みにバカだったから、男が働いて家を建てて嫁をめとってたくさん子供を産むのが人生の幸せだって価値観を全国民が共有していたんだよな。マジウケる。そもそも今の20代以下に同じ組み合わせの男女が一生共に添い遂げるという発想あるのかな。結婚というものをどう捉えてるんだろう。古い考えの親、祖父母見て育った人ならそう考えるかもしれないけど。子供持ってみないとかわいさわからんよ。ものすごい大変だけど。子供はいらんな。俺の寿命と同時に、地球も消滅してほしい。嫁も子供いらないと言っている。俺は欲しいのに。どっちかの妥協でできたとしても、両親が別々の方向を見て子育てってのは難しい。重要案件なのでどうしても一致できないなら。闇金牛島くんの作者が今書いてる漫画で、今だけ、金だけ、自分だけ、って生きてる奴が多すぎて日本がダメになってるとやってたな。こなし阿部晋三も自分が気持ち良ければそれでいい未来を考えてない人だった。岸田、そうだろ？今だけ、金だけ、自分だけ、未来をかけないほど底辺、最低限の金がないほど困窮、自分のことで精一杯で他人まで関心を払えない、製品とか言っちゃうような、余裕がある人が白沢ごとだよな。可愛い女の子なら欲しいけど可愛くない女の子や男が生まれたら罰ゲームだからいらない。わかる。実は男性の方で決まるって話で、男女関係において、上がりの状態になったら女児が生まれるって話。中国の出生率は日本以下の 1.09 だぞ。インドやベトナムだって2割そう。もう、出生率が高いのはアフリカのような蛮族だけだ。まあなるようになるさ。おそらく30年後は、日本に限らず、いろんな国の人たちが今以上に混在する世の中になる。というのは、このまま AI とネットが進化すれば、言葉の壁が低くなり、どこでも仕事ができるようになり、移住のサポートも機械がしてくれるようになるだろう。30年前、日本のサブカルを好きになる外国人がこんなに増えるとは思っていなかった。30年後、日本人が多民族国家になる選択を受け入れている可能性はある。案の定言い訳ホイホイで草、結婚ギャオンしてるのって幼稚な精神性とこじらせた性悪さと根拠のないプライドが特徴よな。ここ ROM って感化される若いやつとかもはやいないと思うけど SNS やネットなんて虚構に感化されずに自分に素直に向き合ってほしい。余裕あら作っとけ。50にもなって子供いないと寂しいぞ。スーパーとかでよたよた小さい子が歩いてるの見るだけでほんわかして後悔が突き刺さる。お前みたいなアホが子供いなくてよかったわ。若者ってどこまでが範囲だよ。25未満に聞いてるなら当たり前だろ。仕事とか生活のことでいっぱいだよ。奥さんも欲しいし子供も欲しいし収入はあるけど結婚という謎の制度が嫌すぎる。事実婚で子供作ればいい。子供産んでくれる女がそれでもいいって言えばだけど。いや子供が欲しい社会じゃないってのが正解。政治家がこんな世の中にしてしまった。今の20代なんて意識が子供だしね。10代のうちに社会に出るようでないと20代で大人の意識や考えを持つようにはならないだろ。まず人間の生育過程として、男女関係で未熟な者同士が生育する過程において、男女関係に先導した者が後進の者に教えて、さらに後進の者に教えるって過程はあるわけで、そういったことにとらわれないというなら、まだ中国人の方がマシなんじゃないのか。まあ実際自分のガキが回転寿司で醤油ペロペロ動画とか配信したらとか思うとゾッとする、人生終わるわ。やっぱりコロナ対応がとどめだったわな。医療利権と老人のために渡産業や若者は波動なろうが知ったことではないと明確にしたのはさすがにまずかった。単純に金がないだけの問題じゃない。他に楽しいことがあるから接種すら面倒だとしている奴が多いだろ。っていうかそもそも男女の駆け引きみたいのが面倒なんだよ。一夫一妻って常識がなくなれば今からでも子供は増えると思う。でもさ、普通に考えて子供作った後に、子供いらなかったとか言い出すよりずっとまともでしょう。車や高級時計じゃないんだからそれは許されないわけで。否認ができないバカップルの子供だけがどんどん生まれて、知能指数の平均値、中央値がだんだん下がっていく現象、あると思います。医者の子供は、遺伝か知らないが医者にちゃんとなるし、バカも遺伝する。資本主義が回らなくなるから騒いでるだけで1億2000万人派多すぎるからな。しかも老人と中年に偏ってるし、そのうち適正人口で落ち着くよ。共産主義にでもするつもりか。日本が衰退していくのを喜んでる奴しかいない。こんな国にされたら子供守るの大変だろうしな。無能世代除いてほんとかわいそうだ。好きな国に行っていいんだよ。
なぜ日本にこだわる？子供を高校卒業まで育てる費用が1200万くらいだっけ？気が遠くなる。一人で1200万。二人なら2400万だな。気が遠くなる。自分みたいな奴が誰かの彼氏になることすら申し訳ないのに、旦那は愚か親になるなんておこがましいにも程がある。わかるわ。子持ち、イコール、マイノリティ、今はそういう時代。嫁とか子供とかギャンブル要素強い。メディアの発達でリスクばかり仕入れて頭でっかちになってんだろな。あと単純に未来に希望が見えない。上弱か金でリスク打ち消せる金持ちしか子供作らない。好きな人とのセクロスしない人生はさすがにもったいない。気持ち悪い。子供絶対いらん派だったけど産んでみたらめちゃくちゃ可愛い。昔自分が子供の頃好きだったものが、当時に大人が今企画通してるからか、リバイバルやリメイクされることが多い昨今子供とそれを一緒に楽しめるのすごく楽しい。ちょっとした会話で家族で笑い合えるのもいい。子連れで歩いてるママっていつも怒ってるじゃん。みんなご機嫌に暮らしたいんだよ。今にも噛みついてきそうだもんな。関わりたくないわ。ユダヤ教は砂漠の民の宗教で梅を増やせよしないとデッドエンドだからと聞いた。というか宗教は基本そうなのよ。梅を増やせよしない宗教は信者がいなくなるので、カルトの一大宗教で終わる。でも日本の某学会はそうじゃないらしいな。これ以上増えると権益受けられなくなるから、今の議席が確保できれば OK。なんで自分の人生を子供に捧げなきゃなんないの？俺が時間は俺のために使いたいし、俺が稼いだ金は俺のために使いたい。そんな風に脳がプログラムされてる。家族に囲まれた時間を過ごすと脳内麻薬であるベータエンドルフィンが分泌され、可愛い仕草に心を奪われるとオキシトシンが分泌されて多幸感が生まれる。ベータエンドルフィンには強い習慣性があるため、この幸せを守るべく男は自己犠牲を置くとは思わなくなる。生物として終わってるわ。頑張ってもできなかったわ。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。